よし、今月からまた1年頑張るぞ。おお、張り切ってるな、ゆうき。うん、9月はみんなにたくさんお祝いしてもらったでしょ。だから10月からは俺たちがみんなに元気をいっぱい届けていかなきゃなって思って。そうだな、その気持ちは俺も一緒だ。みんな、俺たちが元気をたくさん届けていくから楽しみにしていてくれよな。それじゃあ、ゆいちゃん先輩。ああ、今日も全力でいくぜ。アニドルチャンネル始まり始まり。ライドンセブンジーイズヘブンリー、それぞれに秘めた可能性に解き放つよ。アレリー最高のステージ寺島純太、徳俊一のアニドルチャンネル。皆さんこんばんは、アニドルからザーサヒ勇気役の寺島純太です。皆さんこんばんは、トキユイト役のトキシュンイチです。この寺島純太、トキシュンイチのアニドルチャンネルはボルテージのゲームアプリアニドルカラーズに出演している僕たち2人がアニドルの魅力や最新情報をお知らせしつつ、視聴してくれているケアマネージャーの皆さんに楽しい時間をお届けしていくという番組です。はい、前半パートはどなたでもご覧いただくことできるんですけれども、会員の皆様のみにお送りする後半パートもございますので、ぜひこの機会に登録していただいて最後まで見ていただきたいと思います。はい、ということで、なんと早いもので10月最終クール、うわお、始まってしまいました。もう2020年が終わってしまう。終わってしまいます。あと2ヶ月ぐらいで。はい、早いね。いやー、もうなんかここまでもうこんな経ったのかって。だからここ9ヶ月経っちゃったってことでしょ。今年はね、もう何だったら前半は吹き飛ばされてますから。本当ですよね、時を、ほぼね。来年もね、オリンピックでやれたらいいですよ ね、まあ、今年できなかったことをね、来年できてればいいなってね、思うよね。イベントとかもそうだ。そうですね、いろいろね、あったから、うん、はい。でも逆にこうアニドルって、うん、それこそ僕たちは出れなくても、うん、そのキャストの皆様というか、うん、その実際のキャラクターたちのオンラインイベントみたいなのをやってくださってるのが。そうだね、そうだよ、ずっとやってるからね、うん、まあ、だから途切れなかったね。そうですね、アニドルチャンネルもね、またやらせていただいてるし、うん、僕はあのアニドルね、純太お兄さんの方で、うん、いろいろあのアニドル体操とかね、やってますもんね。やってましたから、もう、今年はもう本当にずっとアニドルと共に走り続けた感はね、ちゃんとあるんでね、もうなんかね、2期のも始まってるとか、なんか聞いてますけどね。パワーアップしてますから、ぜひ見ていただきたいなと思いますね、はい。10月の2日にはラッシュのね、CD というか先行配信も始まりました。皆さん多分聞いていただいてると思いますけど、もういろいろこれからもね、まあ、このアニドルチャンネルもそうですけど、楽しいことをまた来年に向けていろいろ企画中ですので、ね、はい、やっていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、ということで、じゃあ早速始めていきましょう。はい、寺島純太、徳俊一のアニドルチャンネルスタート。この奇跡、行方を知りたい。アニドルチャンネルスタート。俊一のアニドルチャンネル。改めまして、朝日ゆき役の寺島純太です。時ゆいと役の時俊一です。まずはアニドルカラーズがどういった作品なのかをご紹介したいと思います、うん。アニドルカラーズは動物の能力を持つ、個性豊かなアニマルアイドル、通称アニドルの卵たちが、アニドルの頂点を目指して成長していく青春学園ストーリーです。プレイヤーの皆さんはアニドル養成学校シリウス学園でキュアマネージャーとして彼らを一番近くで見守る存在となり、アニドルの頂点を目指すお手伝いをしていただきます。はい、僕が演じる朝日ゆきと、トキ君演じるトキユイとは、うん、シリウス学園で活動するユニットの一つであるセブンカラーズに所属しています。うん、ぜひこの機会にアニドルカラーズをプレイしていただいて、アニドルたちの夢を叶えるサポートをしてあげてください。よろしくお願いします。お願いします。ってことで、まあまあ、ここからまたね、近況トークっていうか、はいはい、フリートークなところなんですけれども、うん、まあね、こう、まあ、ここに書くほどでもないんですけど、まあ、10月になりましたよ。はあ、なりましたね。うん、まあ、すごくこう過ごしやすい時期になったじゃないですか。うん、まあ、オープニングでも話したんですけど、いろいろ秋といえば食欲の秋とか ね、毎回こう、なんつうんだろう、こう秋になってやってみたいことみたいなのも去年聞いた気がするんですよ。はい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 、逆に今年まだしてないけどこれやりたいなってことなんかないです？今
今年はいっぱいあるよ。僕ね、そうなんです、あのマネージャーたちと、あと、うん、まあ、うちの事務所のデスクの方もいるんですけど、うん、その人は実はあの今年東京に出てきたばっかりなんですよ。え、上京なんだ。そうなんです、ほやほや、うん、の方なんですけど、なんか夏にできなかったことないんですかって言ったら、うん、ビアガーデンに行きたいですって言ってて。今年はね、そうなんです、なかなか行けないから。でももうちょっとね落ち着いてきたら、涼しくなるとちょっとね、そうそうそう、まあセパレートとかもちゃんとできたらできるところもあるんじゃないかなみたいな、そういう、そういえば今年の夏というかね、今年したけどしてないこと、まあ、ビアガーデンの方が安全かもしれないね。だってあの通気性いいからね。そうなんです、そうなんです。だからもしかしたら秋にもできるところあるかもなみたいなところで、ね、あると思うよ、うん、それをこう聞いて、まあそういえば確かに今年やってないこといっぱいあるなぁなんてね。僕はだって30超えてからようやく見つけた趣味がさ、あのサウナとか岩盤浴とか温泉だったわけだよ。そうなんですね、結構もうハマってるレベルなんですね、それって。もうなんか20代後半のなんか28ぐらいから、うん、あれもしかしてみたいな、もしかして俺好きなのかこれって思い始めて、もうやっぱ30になってからもうストレス発散方法はもう仕事の合間とかに、もうよく新橋のサウナとか新橋なんですね。新橋とか赤坂とかであるんです。そう、もう本当にあの男性専用のサウナ施設みたいなのが、あるんだ。あるな、あるの。先生、質問、あのね、寺島純太さんといえば、はい、代謝が死んでいることで業界では有名じゃないですか。もう死んでますよ。あのライブとかやるじゃないですか、はい、全然汗が出ないことでね。そうです、衣装さんからとてもありがたがれております。もうそうそう、メイクさんにも全然崩れてないです ね一方ね、熊谷健太郎君はね、自分の水の耳の中が海になるぐらい汗が出ますからね。今溺れてるってコポコポ言ってるとかいうぐらい汗が出ますからね。それぐらいですけどね、でも僕は本当に死んでる。でも死んでるからこそ、やっぱり汗をかかないといけない。出るんですか。出ます。さすがの僕もサウナは出ますよ。すごい。なんかむしろ岩盤浴とかサウナに行ってた時は多少改善されたんですよ。なるほどなるほど。なんか今まで全然汗かかなかった僕が、あ、なんか最近ちょっと汗かくようになったかもぐらいになったんですけど、うんうん、またね、2020年、全く行けなくなって、そういうところに、結果また死にましたそうか。あのよくあるやつですか、そのサウナ行くじゃないですか、出て入ってみたいな。あ、それ ね、 いい健康法としてね、ねサウナ入って水風呂入ってサウナ入って水風呂入ってっていうのがあのみんな やられるんですけど、僕ちょっとびっくりしちゃうんで、昔からなんかもう中学くらいがずっとそうなんですけど、なんかね心臓バクバクになるそうなんですか。いやマジなんか、で別に病気とかじゃないよ、うんうんうん、病気とかじゃないんだけど、なんかね、もともと自律神経が弱いみたいで、あの脈を整えたりするのってあの、うんうんうん、副交感神経とか自律神経じゃないですか。だからあの昔からあの水とかふざけてさ、友達とかにさ、はい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 、わーってかけられると、うわーってなってしばらくずっと心臓バク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 って。なるほど。よくでもそうなりますね。怖い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 ってなっちゃうから、うんうんうん、だから最初はゆっくりあの手の先と足の先だけこう水風呂につけて、うん、でゆっくり出して鼓動を確かめて、よし大丈夫だっつって、またこうやって、なんか おじいちゃんみたいな100おじいちゃんです、ね、水風呂の入り方をして徐々になんかそのサウナと水風呂行ったり来たりっていうのはできるようになった。あ、ちょっとずつやっぱり改善されてるんですね。もうあの猛者たちみたいにはぁーってサウナが出てきて、うん、もう汗流した後もうあの一気に猛者たちはもう肩まで水風呂にザブンって浸かるんですよ。あれはあれでちょっとしんいや、やばいですよね。俺もうびっくり、死ぬよ言っちゃったそう、死んじゃうよみたいな。なんですかね、あの方たちのこの皮膚のハードモードさ。でも言ったら僕まだなんだろう、もう年齢的にももう30超えましたけど、うん、でもなんか体型とか生活的にそこまで不規則なというかね、うん、あのまあ、健康寄りだと思うんですよ。確かに、ね、大病も患ったことないし、でもああいう人たちってザバーンで入る人に限ってもう明らかちょっと肥満体型っぽい、うん、あーまあ確かにそうかも、ね、うん、人がふーっつってザバーンってやってるから、うん、死んじゃうよって毎回思ってる。いや、ね、やっぱ肉のカーテンって
違うのかな。ねえ、だってちょっと暇気味な人って血管ね詰まりがちだったり、ちょっとね血管細くなってるから危ないって言いますね。血がねドロドロしたりしますから、うんうんうん、急に血管キューってなったらもうドワーってなっちゃうんじゃないかって、もういつもヒヤヒヤしながら隣で見てるんですけど、うん、いないとは思いますけれども、この動画を見てらっしゃる男性であのサウナ好きの方がもしいらっしゃいましたら、あの僕みたいにゆっくり手先からこうね徐々に水かけて、いやでも大事ですからね、それはそう、そう、あの、あまり体が強い強くない関係なく急にやってしまうと良くないですから、びっくりしたからね、うん、でもそれがでもできなかったんで、うん、まあ、許されるのであればまたね、まあ、まあ状況をね、うん、まあ、鑑みないといけないですけど、うん、まあ、様子見て、うんうんうん、そういうまたサウナとかに行きたいなって思います。そうですね、マジでこんだけ行かないの初めてよ。なんかずんださん家にいることよりも外にいること好きですもんね。やっぱりそうなんです。だから今までこう仕事の合間の暇つぶしって、うん、やっぱ岩盤浴とかサウナだったんですよ僕、うん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 、もう今年だってもう10ヶ月でしょ、10ヶ月で1回も行ってないんだから。うわそうか、それはすごいですね。もう限界は僕せっかく見つけた趣味なのにさ、うん、できなくて家にサウナ作ろうかなぐらいの、うん、なるほど。たまにあるミストサウナ付きの物件とかあるじゃん。ありますよね。あれ前の人がやっぱ作ったんですかね。ああやって、まあなんかその物件ごとに作られてるのかもしれないけど、ね、まあ、今のところついてないんでさすがに。いやまあね、ちょ会員なんかないよ、会員ミストサウナとか作れる機械とか売ってないのかな。なんかね別ポーンってこうつけられるのね、すごいですけどね。いや何の話してたんでしょうか分かんないですけど、今年やり残したこと、今年やり残し、まあ僕はだからそうやって、うん、人とご飯行ったりとかね、行けてないね、行けてないな。ずんたさんもお家来てよって言ってますけど、本当だよ、行けてないですからね、全然集まれないもんね。ねえ、ですからちょっとね、それをもしちょっとね やれたらやりたいななんて思いながら、ま、10月ですからね、気候も本当にあの最初に言いましたけど、過ごしやすくもなったのでいろいろ気を使いつつね、確かねあれなんですよ、あの一応もう10月になると、うん、GoTo トラベルっていうやつも あの東京も外出ていいよっていうのになってるので、GoTo イートみたいなのも始まる、ね、GoTo イート食べ行こうみたいな、あそんなのもあるんですか、まあ、やっぱも もうそろそろ経済回さないと死ぬって、そうですね、日本が死んじゃうって多分なったんだろう、あのゲームにポチポチ課金してるだけじゃダメなんですね、ちゃんと外にも使っていかないと。いや、課金はいっぱいしてたんですよね、むしろ家にいればいるほどいろんなものに課金してたって、してしまうんですよね。電子書籍超買ったもん、めっちゃ買った、もう家にいるから漫画とかさ一気に買っちゃってさ、何読みました最近。最近またあのメダカボックス、メダカボックス、あでも僕同じ時期かも、トリコ読みました。あ、やばい、ちょっと今から5、6年前にジャンプでやってた、ね、もっと前か8年くらい前かな、うん、でもそうかもしれない、うん、やってた作品かな、うん、をもう一回読み返すっていう。熊川くん好きだった、やっぱメダカボックスは超面白い、面白いですね、みんな見てほしい、この機会に。読みやすいですよ、23、4巻で。あ、そうでしたっけ、完結するんで。そっかそっか、1日読めると思います、なので、何の話をしていたか分かりませんですけど、近況トークでした。はい寺島純太、トキ俊一のアニドルチャンネル、ではこちらのコーナーに行ってみましょう。ゆいちゃん先輩のお前の笑顔が見たくて、面倒見のいい兄貴肌でおなじみのゆいちゃん先輩こと時ゆいと演じる僕と時俊一があなたのどんなお悩みにも親身になって答えていくというコーナーです、うん、お気づきの方もいることでございましょう。このコーナーも今回で最後でございます。しょうがないね、だって僕の終わったんだもん、そうです、こっちだけ続いてたらおかしい、おかしい、忖度があります、そんなこと。一緒にやめよう、一緒にやめようでもまあまあ別のね企画も始まるってことですから、じゃあ最後ね早速お悩みを、もうせっかくだから、でももう今回はもうなんか来てるお便りできるだけ多く答えたいな。バンバン行こう、バンバン行こう、はいはいはい、はい、ということで千佐さんからいただきました、ありがとうございます。ゆいちゃん先輩、徳さん、寺島さん、こんにちは。こんにちは。私は今中学3年生なのですが、うんうんうん、まだ将来の夢を見つけることができずにいます、うん、周りの友達のほとんどが進路の希望を固めている中、うん、なりたいものもやりたいことも未だ見つからず焦っています、うん、仮にとりあえずその場しのぎで進学したとしても本当の夢が見つかった頃にその場所にいても意味がない可能性もありますよね、うん、ゆいちゃん先輩、私はどうしたらいいでしょうか、うん、どうなんでしょう、これはゆいちゃん先輩に聞いているとしたら僕は答えてはいけないのかな、いいか、いや、まあ、そんなことはない、ずっとさんってこの仕事しようってし始めたのいつでした、
決めたの、18歳の夏ですね。18歳、うん、僕ね21歳のそれこそこの時期、そうだよね、だ、ね、ちゃんとそういうあの高校卒業して、学校も行ってっていうところ、ね、そうだったんですけれども、まあ僕の考えだよ、僕の考えで言うけど、親が行っていいって言ってんだったら僕は行っといた方がいいと思うよとは思う、あくまで僕の意見ね、中学校でまだ何もこうやりたいことがないっていうことは決して悪いことじゃないと思うよ。他の人たちが何したいかにしたいって決まってるのは外は外、うちはうちです。正直に多分僕は思うんだけど、高校中学から高校に行った時にやっぱり感じれることって広がるし、その何をしたいかを決めるっていうことを学ぶために行くのが高校であったりとか大学だと思う。そうだね、高校でいろんな授業が多分増えるよ。英語もそうだし、まあ、社会的なものもそうだし、いろいろなものを学んでいる最中に勉強の仕方をまず僕は覚えると思う、こうやったら、まあ、いい点数取れるとかそういうことじゃなくて、相手に課されたことをどうやって処理していくかっていうことを高校で覚えていって、でそのやっていく中でよりやっぱり高校になると中学校よりもたくさんの人と触れ合わなきゃいけなくなるわけですよ。いろんな学校からいろんな生徒さんたち来るし、もう100人単位じゃなくて何百人単位の人と、まあ、話すではないけどいろんな人と触れ合うことになって、そこで、まあ、自分の人格もちょっとずつ形成されていって、でその時にまた、ああこれ何になりたいかなって思うこともあるかもしれない、でそこでまだちょっとなりたいものがな分かんないなって思ったら、またその時は大学に行けばいいのよ。そうだね、大学はなりたいことを探すところっていうところを言ってる人も また言ってるし、だからもうお金のことはもう子供の時は僕は考えなくていいと思うんです。学面に関してはね、もし親に言われたらそれはまた相談した方がいいと思うけど、でも言って無駄だったなって、いや言う人もいるよ、言う人もいるけど、でも僕はねやっぱり高校行ってよかったなって思うし、辛いこともたくさんあったよ、あったけど、よかったなと思うし、大学に行ってもよかったなって思います。例えばこの仕事って高校を卒業してすぐ入った人たちがこうすごいなって思うところもあれば、逆に一回社会を経てこの仕事始めたよっていう人たちもやっぱりそれぞれが持ってない部分を持ってるわけですよ。そうだね、だからその場所でやってきたことって絶対無駄にならないと思うから、とりあえず何も親からは言われてないのであれば、就職してくれとか言われてないのであれば、行ってみるのは手なんじゃないかなって思います、今はだって LINE だったりさ、メールであったり、すごく簡単な方法で今まで付き合ってたメンバーとつながれるじゃないですか、だからその方たちと疎遠になるってこともまずまずないと思うし、ものは試して一歩、新しいことをやってみるっていうのも手なんじゃないかなって思います、はい。ちょっと真面目に答えてみましたけど、もう素晴らしいので、このままゆいちゃん先輩にも、これはゆいちゃん先輩が答え、あ、俺このコーナーどういうコーナーか忘れちゃったんだけど、俺も忘れてる、あれ最終的にゆいちゃん先輩がなんか一言言うんだよね、言うんだよね、そうだよ、そうだよね、そう、思い出した思い出した。あまりにも完璧な答えだったから、じゃあそれを踏まえてゆいちゃん先輩にもじゃあ一言いただきましょう、はい、お願いします。とりあえず行ってみたら楽しいこと見つかるぜ。ありがとうございます、はい、まあね、まあ、いいな、中学生っていいな。中学生の頃って何考えてました？何も考えてない、もうもう来週のジャンプしか楽しみないから、ブリーチが楽しみでしょうがなかった。そうそうそう、もうだからそんなもんだよね、2ヶ月後に発売する FF が楽しみとか、いや本当そうですね、次の来週のジャンプが楽しみとか、何年後、10年後なんて考えなかったですよね、とりあえずワンピース完結するまでは生きようって思ってそれしかなくない？なんかその時読んでる漫画を、ハンターハンターとハンターハンター、ね、ナルトハンターハンターブリーチワンピーをとりあえず完結するまでは死ぬわけにいかないから、なんとかそれしか考えないよね、でしたね、来週のハガレンなんだろうとかね、そこを楽しみに生きてるから、あと小説とかラノベとかもね、もうシャグガンのシャナとか言ってたから、読んでましたね、そうシャナが完結するまでは生きようみたいな、それってアニドルを見守ってるっていうのがもう目標でいいと思うんですよ、そうですね、まずは、とりあえず毎週僕たちのことを見に来てくれるってだけで嬉しいですから、そうですね、
楽しんでください。楽しんでくれ、うん、やる、なんか試しにやってみると変わりますからね、うん、はい、どうします、どうします、もう一つ行く、もう一つ行っていい、よし、もういいつも、もうテンポよく行きましょう、テンポよく、はい、続いてですね、これはキャリリンさんからいただきました、はい、ゆいちゃん先輩聞いてください、うん、この半年で私の両親の喧嘩が増えました。父親のテレワークが増え、家にいる時間が多くなったので、うん、お互いに言い合うことが多くなり、気まずい空気が流れるので正直迷惑しています、うん、仲良くしてもらうためのいい方法は何かないでしょうか、うん、あ、またねちょっと難しいもん、まあね、なんかまあ日本中が今こうなってるますよ、きっと、そうです ね、コロナ離婚なんてものがあるぐらいです、そうですね、でもなんつうんでしょうね、そのより触れ合う期間が増えたっていうことはいいことでもあるんじゃないかなとは思うわけですよ、うん、確かにね、家に本来いない人がいるっていうところはあれかもしれないけど、うん、どうなんだろうね、このさ、キャリリンさんは、うん、親、まあ、お父様お母様は多分なんだろう、どっちもいいところもあり悪いところもありって思ってるからこういうお便りしてくれるんだろうね、きっとね、うん、僕うん、昔ながらの言葉なんだけどさ、子は貸すないっていう言葉があるじゃないですか、うん、やっぱ一人対一人の時に、やっぱここでいがみ合ってる時に第三者として、うん、まあ、自分の子供がこうちょっと待ってって言ってくれるだけで全然違うんじゃないかなって思うよ、うん、ちょっとキャリーさん自身がそういうことをするのは、うん、体力というか気も使うし大変かもしれないけど、ただ喧嘩が嫌だから喧嘩を止めるじゃなくて、どういうところで怒ってるのかなっていうところをなんとなくやっぱりこう理解してあげて、で大事なのはどっちが悪いっていう方にしないこと、うん、お父さんはお父さんでやっぱりお仕事を頑張ってるわけですよ、お家で、うん、本来さ、こう例えばね、安定した環境、ね、そのお仕事先で働いていたものができなくなって、うん、一生懸命パソコンでさ、うん、スカイプか、 今スカイプじゃないのかな、ズームとかで、うん、やったことのない機材を一生懸命使ってテレワークして、でこれで合ってるのかなっていろんな状況でやってるから、そっちもそっちでストレスはたまる、うん、お母様もお母様で本来であってばあったら、そのお父様がお仕事に行っていて、でそのキャリリンさんもお仕事だったり、それこそ、そうそう、学校行ったりっていう一人の時間があったから、そこでストレスというかね、一人の時間でやりたいことをやっていたっていう、その時間がなくなってしまった、常にご飯を作らなきゃいけない、家のことをやってなきゃいけないっていうのは相当のやっぱりストレスだと思うわけですよ。だからどっちもが何か新しいことをし始めて我慢しているからこそ起こってしまう衝突っていうことを、キャリリンさんがちょっとね、うん、大変だよねって理解してあげて、別にあなたたち悪いよって言わなくてもいい、例えばご飯を食べてる時に、うん、ご飯お仕事大変だねとか、そういうなんかこう話題作りで話をしてあげるだけでも結構違うんじゃないかな、うん、それでキャリリンさんもなんか嫌だなっていう風な空気のまま行ってしまうと、どん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 やっぱりね、空気が悪くなってしまうから、息抜きに何かするでも家族でなんか遊ぶでもいいんだけど、うん、そんなね、難しいこと考えなくてもいい、会話を増やすっていうだけでも全然違うから、そのきっかけをキャリリンさんが作ってあげるのが結構いいこう打開策になるんじゃないかなとは思います、うんうん、子は貸すない、ペットは貸すない、うん、いろいろありますからね、うん、ぜひぜひちょっと一歩ずつ、うん、踏み出して、うん、会話を切り出してみてください、うん、何がいいと思います、その家族、親が喧嘩してました、はいはい、そのままご飯になりました、うん、ずんたさんだったらその時どうします。いや、うちも俺物心とか3歳で自我が芽生えた時から、うん、もう母親と父親が険悪なんなんて当たり前の家庭で、未だに正月で、うん、たまに実家帰っても喧嘩この人はって憎まれ口叩いて、親父もうるせえなみたいな中で、だから僕はもうそれが俺その家庭で育ったから、うんうん、父親と母親は常になんか悟空とベジータみたいな全然違うね、全然違いますね、そうだからバチバチしてるのが夫婦なんだって思って育ったから、うん、逆になんか仲良く夫婦揃ってたまに子供なしで、うん、今日は夫婦の日ってなんかデートにね、うん、出かけるお父さんお母さんがいるよみたいな友達の話を聞いた時に、うん、もう愕然とした、そんな夫婦この世に存在するんですかみたいなぐらいの、うんうんうん、でも
別に俺も32だけどね、別にその両親離婚してないし、未だに喧嘩してるけど別に一緒に飯食ってるし、うん、だから大丈夫なんじゃない大丈夫だと思いますよ。そういう夫婦っていっぱいいると、そう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 、落ち着くもの、うん、落ち着くと思うしね。そうだよ、大丈夫だよ、はい、じゃあちょっとね、ゆいちゃん先輩の一言を決めますか。はい、お願いします。はい、大変そうだねって言ってあげるだけでも空気って変わるぜ。そうだね、はい、両方に言ってあげよう、言ってあげよう、どっちもどっちで大変だから理解してあげて優しく接してあげてください。素晴らしい、それは素晴らしい、はい、はい、ということで、まあ大ボリュームでね、もう最終回にふさわしい、はい、感じをお届けしましたね。はい、これまでたくさんのお悩みと真剣に向き合ってまいりました、コーナーは終わってしまいますけれども、これからもゆいとのように面倒見のいい兄貴的な存在になれるように頑張ってまいります。たくさんのお便りありがとうございました。ということで以上、ゆいちゃん先輩のお前の笑顔が見たくてでした。ここでアニドルカラーズの最新情報をお知らせします。はい、まずはニュースその1、10月8日はセブンカラーズの炎を宿したクールな無気力系男子白縫隼人の誕生日、4回目となる誕生日スカウトでは、覚醒前は新アニドル衣装、学生後はアニドルたちがデザインした T シャツを着たショットを手に入れることができます。はい、さらに隼人本人におめでとうメッセージを送ると、あなたのメアドに隼人からメールが返ってくるバースデー直メセットも販売予定。どちらも好評配信中です。はい、はい、見ましょうね。あら、新衣装、うん、これかっこいいなってるね。腕がない、腕がない、腕はある、袖がない、袖がない、このファサファサが直接肩にかかってるね、で、あとこのケーキ見てくださいよ、これ見て、ほら、猫が歩いて上にいるっていう感じになってる。本当だ、3段でね、これは一人じゃちょっと食べるの大変そうだから、みんな食べるのかな。そうですね、みんな、みんなでだとしても大きいですからね。大きいよね。はい、はい、そしてですね、4回目の誕生日から期間限定バースデーイベントも開催中です。うん、アプリ内で素材を集めて颯をお祝いするバースデーケーキを完成させよう。なるほど、ね、はい、一番豪華なケーキを完成させると颯からのお礼のメッセージカードが手に入ります。はい、ぜひぜひ参加していただきたいと思います。さあ、そして、今月は4周年目のスタート月ということで、アプリ内ではキュアマネの皆様に向けた特別キャンペーンなども開催予定でございます。まだね、あの情報はありませんけれども、お楽しみに待っていただけたらと思います。はい、それで続いてアプリ外情報です。ニュースその1、アニドルたちによるオンラインイベント第2弾クラリティによるクーデターが10月31日土曜日、11月1日日曜日に開催予定です。はい、本イベントはキャラクター自身が進行するイベントとなっており、トーク、ライブパフォーマンス、バラエティコーナーなど通常のイベントのような体感をお届け予定です。すでにチケット販売中ですので、ぜひチェックしてみてください。はい、そしてニュースその2、4月から6月にかけて放送していたテレビ番組、寺島純太お兄さんのアニドルと一緒、こちらセカンドシーズンの1話がですね、なんと明日10月7日より放送開始です。ありがとうございます。まさか2期があるとは。そうなんですよ、そしてですね、初回のゲストはラッシュ一色虎男役浜健人くんが登場します。おー、さあ何をしたん、ちょ、ま、もう、ま、もう言っていいんですか。いや、まあ予告程度にね、ちらっと、まあもう実際の、まあ動物園に行かせていただきまして、いよいよ、もうガチアニマルたちと、うんうんうん、まあ、触れ合っていこうかなということで、うスケールパワーアップしております。浜くんは大丈夫でした、そっち系の動物は。まあ、浜くんは別に動物苦手とかじゃなかったんでね、うんうん、ちょっと、まあ、僕と同じくちょっと虫がね。ああ確かに言ってた言ってた、特にあの当日あの、まあ、やっぱあの外なの で、 そうですよ、ね、いろんな虫が飛び交って、うん、ひゅわーみたいな向いてないじゃん、じゃあ、あーみたいな、なるほど、ね、なんかセミがみたいないるわ、それはこの時期だから、はい、まあまあ一挙より、まあ、さらにもうパワーアップした内容でお届けしてまいりますので、うん、じゃあぜひぜひご覧いただけると嬉しいですよ。お楽しみに。はい、以上、アニドルニュースのコーナーでした。ということで、ここで残念ながら、会員以外の皆さんとはお別れとなってしまいます。はい、お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。次回の配信は10月20日火曜日20時からです。まあもう10月20日はどうなんでしょうね、そろそろ寒くなってきてるぐらい、多分すぐになってるんじゃないかな。うん、この頃はもう僕パーカー好きだから、もうパーカーが着れるようになってる。秋はパーカー、秋はパーカーいい名言ですね。はい、ということでね、まあ、後半パートこの後もやっていこうと思うんですけれども、今回は何をやっていくんでしょうか。ズバリ映え。ハエじゃない、ハエじゃない、映え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 る、はい、はい、映える、映える、
何なんでしょうね。まあ、それはもうあれです。うん、なるほど、映える。はい、後半もぜひ見ていただきたいと思います。というわけで、お相手は寺島純太と徳島純一でした。バイバイ。バイバイ。